アムステルダムからこんにちは、オリバーです。今日は僕が、日本から1ヶ月の滞在を終えてオランダに帰ってきたので、オリバーさんに日本から買ってきたものを紹介したいと思います。まずはね、オリバーさんが大好きなカレー粉です。こっちで買うと多分1箱700円、800円するので、いつも日本から買ってきます。あとハヤルヤの出汁です。これは友達がくれたのかな。友達がくれました。オリバーさんが大好きな豚汁を作りたいと思います。あとはちょっとこれ開けたんやけど、ふりかけ系いっぱいね、そうかな、ね、オリバーが大好きなふりかけ、白ご飯にかけてね、オリバーさん食べます。これもか、ちょっとこれ開けたんやけど、ふりかけです。あ、これもか、韓国の味付け海苔、リャバン海苔、オリバーが、ね、白ご飯にかけて食べるの好きなんで、あとは、塩麹、オリバーさんの塩麹を作るのが大好きなので、醤油麹とか玉ねぎ麹とかニンニク麹とかいろんなものを作って、オリバーさんが作ってくれるのを楽しみにしてますので、で、あとはそうそう、これ今回初めて味の素を買いました。これはオリバーさんからのリクエストです。味の素好きだそうです、オリバーさん、ね、次、この塩昆布はいつも日本に帰ったら買います。オリバーさんはキャベツとかにね混ぜて、あとキュウリとかに混ぜるのが好きやもんね、オリバーね。ここ座っとき、はい、おいで、座っとき、はい、キュウリとかに混ぜて食べるのが好きです、オリバーさんは。塩昆布、次、愛媛県のひじきご飯。オリバーはひじきはね食べたことないけど、ちょっと今回ひじきご飯を挑戦、オリバーさんはしてみようかなと思います。次、あ、これも愛媛県の鯛めしです。これは愛媛県に鯛めしが2種類あって、これは、ご飯と一緒に炊くタイプの鯛めしです。もう一個は生の鯛めしを、刺身をね、ご飯、白ご飯にかけてお茶と一緒に食べるのがあるんですけど、これはご飯と鯛を一緒に炊くタイプの鯛めしです。オリバーさん、鯛めしは食べたことないよね。オリバー、オリバー、 Have you eaten this before?食べたことないそうです。次、あ、これはいつも買う、生姜湯です。オリバーさんは夜寝る前に生姜湯を飲んで体を温めてから寝るのが大好きですね。あとは、黒ごまオリバーさんは白ごまより黒ごまの方が好きらしいです。なんでこっちの方が好きなの、こっちもいつ座っとけ、はい、座って、そう、置くよ。次、あ、これもふりかけか、ちりめん高菜、ちりめんの高菜です。これもね、オリバーさん食べたことないかな、白ご飯にかけて食べてね。次、これも白ご飯にかけるカツオとごまの浅炊きというやつですね。ただこれはスーパーで買ってきたものです。あと、カツオ、違う、あったかご飯に海苔、マグロというふりかけです。これもスーパーで買ってきました。そして最後に忘れていけないのが糸ようじです。オランダの糸ようじは質があまり良くないので、日本に帰ったらいつもこのガムの糸ようじを買ってきてます。これを使ってオリバーさんはいつも歯間の汚れを毎日自分で掃除してます。
ではオリバーさんのために日本から買ってきたものの紹介は以上になります。ならオリバーさん、みんなに動画を見てくれてありがとうございましたって、インスタと YouTube のフォローもお願いしますって。ならまったねー。